倉敷市立玉島北中学校は、岡山県倉敷市玉島屋島にある公立、中学校。学校は、かつての浅口郡戸田村に相当する現在の倉敷市玉島地域戸田地区に所在し、同地区の倉敷市立戸田小学校、及び長尾地区の倉敷市立長尾小学校を通学区域としていた生徒が通う。以前は別の場所にあったが、校舎老朽化のため、 平成8年4月に移転新築し、近代的なインテリジェントスクールとして、現在地に開校した。本校の校舎は、神戸大学教授の重村力を筆頭とする、イルカ、設計集団により設計され、特徴的な形をした校舎になっている。今までの観光にとらわれない、個性的で豊かな学校生徒が喜んで学習できる、質の高い学校市民の幅広い要望に応えられる。 モダンな学校誌のイメージ、文化を継承した風格ある、学校生徒が教室で待機するのではなく、生徒自身が各教科ごとに定められた教室に移動し、授業を受けるという教科教室型を取り入れている。また、教師も休み時間に職員室に帰ることはなく、各クラスに残り、生徒と大いに交流を持つことができる。各生徒の持ち物は、 ホームベイと呼ばれるスペースに置かれ、そこでは生徒同士のコミュニケーションも多彩に取られる。廊下はなく学年フロアと言われるスペースが通路となる。またここも生徒同士や教師と生徒などの交流の場となる。各学年フロアやコンピュータルームに約130台のパソコンが置かれ、インターネットにも接続されており、生徒は自由に利用することができる。生徒は 各自の ID パスワードを所有している。このネットワークは校内のイントラネットにも接続されており、生徒が進路情報や学習情報を自由に入手することができる。N タイムと呼ばれる総合学習を取り入れている。また、この総合学習でホームページコンテストなどで数々の賞を取っている。ありがとうございます。